小諸消防署星巻です。はい。そして C. T. K. キャスターの小鳥恵です。お父さん。はい。始まりました。始まりました。新番組新コーナーです。はい。え小諸のピクトと。います。はい。こちらにいますけど。防災不定とか。減災っ定とか。ね。まずは自長、自女、共助とかありますけど。防災。とか。火災予防ですね。皆さんに。 詳しく分かりやすくお伝えできればという番組で、はい、スタさせていただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いします小室消防署予防係の藤巻隆係長をナビゲーターにお送りする新番組ということになりますねはい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますはい後藤さんところでこのピクトっていう名前をつけたんですけど、うんはい、ピクトって何ですかピクト今まさにこう人がこうやって走る 姿が出ていましたけど、ね、このことをピクトという。さすがです。何でも知ってますね。えいえいえ、はい。大正解でございます。<laughs> はい、実は、皆さんこの非常口のマーク、うん、見たことあると思うんですけれど。ありますよね。名前まではご存知ないかなと。あ<ー>はい。実は、ネーミングがされてて、はい、この人のことをピクトさんと。ピクトさん。はい。 そういったネーミングあったんですね。ちゃんとあったんです。で、そこから取ってこもろのピクトという番組名にしました。はい。で、このピクトなんですけど、実は皆さんまあいろいろ見たことあるっていう中で、ピクトグラムという言い方をします。車椅子のマークだったり、こちらにあるこれオリンピックの種目のマークなんですけど、こういったものをねピクトグラムと。 そうですね、東京オリンピックでね、おなじみになったかなと思いますよね。ということで改めまして、本日のゲスト、キャスターの後藤理恵さんということで、いつもしです逆。そうなんですよ、いつも私、藤巻さんの位置で進行を務めているんですが、今日はゲスト枠でということで、いえいえ、とんでもないです。という中で、実は後藤さんには、去年の秋ですかね、こちらにありますけど、かっこいい写真です。 一日消防署長、はいはい、ということですね。そうなんです。はい、貴重な体験をさせていただきました。はい。はい、どうでしたかこの制服、ね、<っ>似合ってますけど、はいあ。ありがとうございます。はい、いや、なかなかこのね、制服をまず着る機会がないので。もう一生に一度だろうという、本当に貴重な体験をね、経験をさせていただきました。はい、一日を通しても、本当に。 あの皆さんにです、ね、消防防災の大切さをお伝えするという任務を、えー、担わせていただいて貴重な一日となりましたはい、はい、その中で、ね、<え>こちらにありますけど消火器だったり、ねはいうん、煙体験ハウスって煙の中を入っていただいたという。はい どうでしたか、うん、そうですねまず消火器もですね使い方というのは取材では見ていたんですが実際に自分で使って実践するというのは初めてだったんですけれどもピノキオという、ねうん、合言葉に沿って、えー、一から皆さんにですね視聴者の方にもお伝えすることができたのは自分自身にとっても良かったなと思いましたしまた煙体験ハウスは、えー、本当に実際の火災ではこれだけの煙が充満するんだというその恐怖を身をもって。 体感することができました貴重な体験をしていただきましたが先ほど言っていただいたピノキオっていうね消火器の使い方だったんですけどまたね後ほどというかねそんなような番組の中でご紹介できればなと思います。ぜひおという中で小諸市のね今年の火災の発生状況をこちらで振りたんですが今日現在。 十四件という火災が発生しています。はい。今年に入ってですよね。そうです。これは多いですか？はい。ええだいたいここ数年ええ小室市内では三十件前後ですかね。う一年間で三十件前後の火災が発生しております。はい。でそのうち七件とありますけど、後藤さん。はい。この七件、何だと思いますか？七件。 あののびだとかあ素晴ららしい成果ですこちらに、はいはい、実はこの半数がです、ねえー、下草火災、はいえ、土手焼きだったりゴミ焼きだったりうそういったものが風にあおられて燃えて広がってしまったということですので、はい、この3、4、5月はそういった火災が多いということでぜひ皆さんに 気をつけていただければというふうに思います。うん、特にやはり空気が乾燥する時期っていうのが、うんはい、この3月から5月にかけて一番危険なんでしょうか。はい、そういうことですね。はい、ぜひ気をつけていただきたいと思います。うんはい、で、その中で、えー、住宅火災というところでちょっと触れてみたいんですけれど、うんはい、まあ実は3つの三大原因というのがありまして、うんはい、そのうちの何か一つ思い浮かぶものもありますか。そうですね、天ぷら火災。あ 正解です、一番左側、右側から皆さんから見た天ぷら火災、やっぱり電話してたりお話ししている中で忘れちゃうっていうことから火災を起こしてしまうということもありますしやはり長野県、地域柄、ストーブを使うことが多いのでストーブによる火災相変わらずやったばこが原因による火災も結構ありますので注意していただければと危険ですね。はい、思います。 そんな中で、こういった火災を今度防ぐためのですね。ええ、三つのまあ、仁義というふうに用意しましたけど、何か一つ思い浮かびますか。防ぐための三つの人技やはりまずは消火器でしょうか。先ほどね、消火器の写真ありましたけど、その通り正解でございます。正解。消火器と。住宅用要器そうですね。住宅用火災警報器。実はまだ二十パーセントのオタでつけていただいてないというのは。 数字もありますのでぜひねこの機会につけていただければと思いますでもう一つやはりこのカーテンとかエプロン防炎品ともね燃えにくい素材のものが用意されてますのでそうなんですねぜひそういったものも用意していただくことによって住宅火災を防ぐためのま早く消すっていうのもありますけどね早く気づくということを含めて3つの仁義ということでご紹介させていただきましたはいということで 話はどんどん進んでいくんですけれど、実は防災って何って皆さんね、いや難しいな、そうは言ってもな、いろいろあるしな、うちは何しようかなって思ったりしますよね。そうですね、幅広いですよね。そういった中で今日はあのキーワードとしてねご紹介しますけれど、聞いたことありますか？自助、共助、公助。聞いたことはありますね。はい、まず自分のとか自分で守りますよ。 隣近所、共助っていいますけどね、助け合いますよ、公助っていうのは公のそういった助けが来ますよという中で、最近、こういった近所付き合いじゃないですかね、近くの助けと近所という言い方もされてます。ということで、やはり火災の発生した時には、バケツリレーだったりとかね、隣近所で仲良くしといていざという時に、お互い助け合おうと。 いう考え方でございます。地域のつながりが大切ですね。そうですね。はい。続きましてやはり防災先ほど言いましたけど難しいなあってことは方はですねぜひ自分のこととしてちょっと考えていただければと思います。はい。例えばおじいちゃんおばあちゃんねお子さんがいるとか小さい子がいるよとかまあそういった方それぞれに我がこととして考えていただくということでまあ今後の番組の中でねいろんな 防災の取り組みだったり、はい、ご紹介できればなと思います。ええ、はい。ということで、えー、いきなりなんですが、はい、クイズコーナーです。おおクイズコーナー。は,ーいはい、えー。問題です。ジャガちゃん。ジャガさん。非常食を日常の生活で消費しながら上手に備える方法は何でしょうか。えっとですね何とかストック。お ちょっと今すぐにピンと来ないんですけれども惜しいですはいということでローリングストックといいますローリングストックローリングストックはいこれはですねあの先ほど言いましたけどね、日常生活の延長でこういろんなものを用意しとく例えば皆さんこういったものはどうでしょうかはい缶詰缶詰あサバ缶ですかサバ缶ですねサバ缶美味しいですよねはい これ賞味期限長いの皆さんご存じなんですけど、はい、こういったものをです、ねうん、うまくこう、まあ、賞味期限切れないようにうまくつないで用意しておくっていうのをうー、はい、ローリングストックということですね。はい、はい、ということでこのローリングストックを使った今度ですねはいいきなりですが「防災1分クッキング」はい、<laughs> ロー理番組になっちゃうというね。はい、はい、はい、ととうことで 非常食といえば、ということで。非常食といえば、やっぱりこの缶詰。缶詰ですよね。缶詰。はい、ということで、缶詰を、元にしたレシピを今日ご紹介します。はい。どんなレシピでしょう。あ、おいしそうですね。パスタ。はい。これ実は僕が作ってみたパスタなんです。けあ、ご自身で作られたんです。はい。これね。実は簡単なんですよ。え。トマト、春トマト、今春のね。トマト美味しいシーズンじゃないですか。あと。春キャベツ。あ、美味しいですね。あと、この。 缶詰だけです。この三つだけで作れちゃう。はい。あとお塩はちょっと。あ、それだけで。はい。そうです。だからパスタを茹でといて、フライパンで軽く炒めてそこにかけて、え、サバ缶ぶっかけパスタっていうね。ああ、美味しそう。そういう非常食にもなる。美味しいのはもう間違いない僕食べたんで美味しいですからね。ぜひごとさんもぜひ。やってみたいと思います。ぜひ皆さんも作ってみてください。はい。 ということで、えー、今日の番組はお時間とさせていただきますが。が、うんはい はいどうでしょうか後藤、はい、さんそうですね、はい、あの楽しく今回藤巻さんと一緒にお話をしながら進めることができましたけれども皆さんにもこう番組を通じて楽しみながら防災についてね学んでいただきたいなと思いますえ防災士の資格も持っていらっしゃいます消防士の藤巻さんにこれからさまざまなゲストの方と一緒にですね防災について教えていただきたいなと思っています期待しています、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますということで、はい、それでは皆さんとじまり用人 ありがとうございました。